マキから連絡が来るなんて珍しいなと思ったら、なんだか面白いことになってるんだって。本当なら今すぐ見に行きたいんだけど、僕今特急案件の真っ最中なんだよね。こんな風におしゃべりしてるけど、実は今だって呪霊と応戦中なわけよ。ああでも僕くらいになると呪霊を払うのなんてスマホいじりながらでも余裕だから安心して大丈夫だよ。それでマキによると、ノバラが小人化する術式にかかったらしいんだよね。手乗りサイズのノバラ見たかったな。軽くアドバイスはしといたけど、やっぱ気になるから早くこんな雑魚呪霊ぶっ倒して僕も二人の元に行こうかな。遡ること数分前。ああやっちまったな。ノバラが術式食らっちまった。とりあえずサトルに相談してみるか。悪い、ノバラが術式にかかった。あらら、今どういう状態？呪霊は倒した。ノバラが術式にかかった以外は問題ない。私もノバラも無傷だ。そう、それはよかった。ノバラはどんな感じなの？小さくなった。え、小さくなった？ああ、それもすげえ小さくなった。すげえ小さく。え、それってどんくらい？子供みたいになったってこと？いや、子供じゃなくて小人だ。手乗りサイズだな。ハムスターくらいの大きさって言えばイメージできるか？ちょ、ハムスター？こっちは全然笑えねえんだけど。ごめんごめん。ノバラの意識はどんな感じ？対抗してる？いや、変わらない。いつものノバラがそのまま小さくなったって感じだな。今も私の左手の上で嬉しそうにこっち見てるぞ。マキさんの手に乗せてもらえるなんてとか言ってんじゃない？あ、よくわかったな。ブレがなくて安心したよ。その様子ならそんなに心配しなくても大丈夫だね。時間が経てば元に戻るはずだから、それまでマキが面倒見てあげてね。早く元に戻す方法とかないのか？僕が行けば何かできるかもしれないけど、あいにくまだ仕事中なんだよね。あ、そうだったのか。忙しい時に悪い。ああ、全然余裕だから気にしないでいいよ。まあ、ノバラはマキと一緒なら文句言わないだろうし、よろしく頼むよ。わかった。じゃ、そういうことで。予想はしてたけど、特に何の解決策も得られなかったな。まあ、最初からノバラが元に戻るまでは私が面倒を見るつもりだったからいいけど。ノバラ、サトルに連絡してみたけど、あいつ今任務中らしくて来れないって。サトルが言うには、時間が経てば元に戻るってことだから様子見るか。はい。小さくなったってだけで、それ以外は何の異常もないので全然大丈夫です。それならいいけど、でもお前その姿じゃ無防備だな。確かに釘も金槌も使えないんで、もしもの時完全に足手まといになっちゃいますね。いや、もしもの時は私が責任を持って守ってやるから大丈夫だ。マキさん。でもお前の性格的に自分の身は自分で守りたいだろ。なんかいいもんねえかな。マキさん、私の性格まで考えてくれてる。幸せ。あ、これいいじゃん。安全ピン？役に立つかわかんねえけど、何もないよりいいだろ。ご信用に持っとけ。ありがとうございます。なんかランサーみたいじゃないですか。ノバラが槍使いだと容赦なく貫通するほど突き刺しそうだな。じゃあ光線変えるから、ノバラはここな。え、マキさんの胸ポケット？手に乗せて歩くわけにもいかないだろ。スカートのポケットだと声が聞こえなくなるだろうし。こんなことがあっていいのかしら。いつも頑張ってる私へのご褒美。お邪魔します。なんだその挨拶。それじゃ行くぞ。通信が。ああ退屈だな。やることないし、ストックの人間でも調達しようかと思って出てきたけど、ろくなやついねえじゃん。なんか面白いこと起きないかな。ったく、何もこんな時にスイーツ買って帰らなくてもいいだろう。すみません、でもここ本当に人気で、すぐ完売しちゃうから残ってる時は買わないと。ああ、わかったわかった。ん？あのメガネの女、どっかで見た顔だな。呪術師か、ちょうどいいや。
暇つぶしの相手になってもらおうと。どれ買えばいいんだ。クリームとチョコでお願いします。独り言？いや、電話かな。でも、もう一人声が聞こえるような。クリームとチョコだな。了解。あ、でもあのストロベリーも美味しそう。ほら、ポケットから顔を出すなよ。大丈夫ですよ、ちょっとだけ。スイーツ選ぶ間だけですから。え、なんだあれ、小さい人間。欲しい。ちょうだいって言ってくれるわけないから、さらっちゃおうか。いや、どうも。お前、なんでこんなところに。あ、そっちも俺のこと覚えててくれてる感じ。嬉しいな。私の質問に答えろ。ここで何するつもりだ。ちょっと、出会って早々戦闘態勢取られるとかショックなんですけど、今日は俺のストックになってくれる人間探ししてたんだけど、今は目的が変わってね。何が目的だ。教えてあげてもいいんだけど、教えたらきっと抵抗されちゃうからさ、勝手にもらってくね。は？もらってくって一体何を。へえ、こんなに小さい人間初めて見た。ちょっと話しなさいよ。しまった、隠れてた野原が引き抜かれちまった。あいつ、自分の手を細長く変形させるなんて。こいつには俺のおもちゃになってもらうね。ふざけんじゃないわよ。じゃあね。あ、こら待て。追いかけてきても無駄だよ。くそ、逃げられた。数分後、ちょうどいいところにハイビル発見。さーて、小人ちゃんと何して遊ぼっかな。話せ、つぎはぎ野郎。この小人、口悪いな。こんな小さい体で強がっちゃってかわいい。このまま簡単に握りつぶすことだってできるって分かってんの？ちょっと苦しい。ごめんごめん、せっかくこんなおもちゃが手に入ったんだから、すぐに潰しちゃうのはもったいないよね。ゆっくり遊んであげないと。くそ、あの時私が軽い気持ちで顔出したりしたせいでマキさんに迷惑かけちゃったわ。お前、顔を覚えたからな。私が元に戻ったら覚悟しなさい。え？怒ってるの？そんな姿で凄まれても全然怖くないよ。ほら、少しつっついただけで簡単に転がっちゃうじゃん。やめろ。あとはこうやってつまみ上げるのも簡単。どう？ジェットコースターみたいで楽しい？ちょっと振り回すんじゃないわよ。やめろっつってんでしょ。最高の暇つぶしじゃん。っていうか、これどういう理屈？なんでこんな小さくなってんの？ちょっとその辺の人間捕まえてきて同じように小人にできないか試してみようかな。あんた、そんなことしたらどうなるか分かってんの？え？分かんない。どうなっちゃうの？私が許さない。地獄の果てまでお前を追いかけて払ってやる。何それ、かっこいいこと言うじゃん。もう、いつになったら元の姿に戻るのよ。先生は時間が経てば戻るって言ってたのに、全然戻る気配がないじゃない。こんな近くにいるのに何もできないなんて悔しい。プリプリ怒ってて面白いな。ジョーゴみたいだ。こんなに反応してくれたらいたずらしがいがあるな。あ、そうだ、こんなのはどうだろう。おい、こら、何ナチュラルにスカートの中覗こうとしてんだ。あれ、バレた？当たり前でしょ。もう、あったまきた。怒っちゃった？でもそんな姿じゃ何もできないよ。もう少し遊んであげるからね。野原、悪い、遅くなった。大丈夫か？痛い痛い痛い。ちょっと、やめろってば。痛い。え？うるせえ、てめえは串刺しだ。マジでやめて。なんだよ、この凶暴女。暴れんな。うわ、
護身用に渡した安全ピン使って真人のこと刺しまくってる。マジで容赦ないな、あいつ。痛い痛い。そんなに怒ることないだろう。私はてめえのおもちゃになった覚えはねえんだよ。わかったから、もう帰っていいから刺すのやめてくんない？痛いってば。小人になっても野原は野原なんだな。私の助けは必要なさそうだ。やっほー、生徒思いのこの僕が任務の合間にハセ3時だよ。あ、サトル、何が生徒思いだ。どうせ面白がって見に来ただけだろ。ピンポーン、本当は小さい野原を見に来た。で、野原は？あそこ。ん？あれ、真人じゃん。てか、なんであいつあんな痛がってんの？よく見てみろって。ん？え、あれ野原？あの針で真人のことを突き刺してるやつ？安全ピンを凶器にするやつ、初めて見た。やっべえ、さすが野原、最高。け、五条悟。いやいや、僕の可愛い生徒を誘拐なんてするからそういう目に遭うんだよ。こんな凶暴なやつだと思わなかったんだけど。誰が凶暴だって。ああ、お前だよ。あ、もうしつこいな。あ、こら逃げんな。ロバラ、もうその辺にしとけ。ったく、遠慮なしにブスブス刺すなよな。それ地味に痛いぞ。痛めつけようと思ってやったんだから当然でしょ。なんか思ってたのと違う。こんなおもちゃもういらない。あんたは飽きても私の怒りはまだ収まってないんだけど。わかったから落ち着け。あ、マキさん、下ろしてくださいよ。もう十分暴れただろうが。いやだ、まだ足りない。こういう時小人化してると便利だな。すぐに回収できる。今日はひどい目にあったね。大丈夫？どういう教育したらああなるわけ？野原はあれでいいんだよ。それよりお前は僕の生徒をおもちゃにして遊んでたんだ。今からお前が僕のおもちゃにされても文句言えないよね。こんなとこであんたとぶつかる気はないよ。バイバイ。待ちなさいよ。やめろ。はあ、面白いもの見れて僕大満足。任務の合間に駆けつけた甲斐があったよ。その後、もうこんなことならおとなしくジョーゴ相手に遊んでればよかった。五条悟が現れた時はさすがにヒヤッとしたけど、あのスリルは正直楽しかったな。それにしてもあの凶暴な女は何だったんだろう。なんか逆に興味出てきちゃった。また今度会いに行ってみようかな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。